行くぜ。うおー、命を刈り取る形しとるな。え、なに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 、え、なになに。ウィッシュオブシュアー、ゼルダで人生に彩りを、イカ坊主です。ということで、本日もゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムをやっていくんですけれども、究極のブーメランを作りたい！ということでですね、俺が夏休みでしばらく動画投稿をしていなかった間に、いろんなおもろいバグが見つかっておりましてですね、その中でも、これ面白いっていうのがあって、これバージョン1.1.2 までなのかな？でしかできないバグなんですけど、ブーメランを無限に繋いで、究極のブーメランが作れるというね、噂を聞きましたので、ちょっとね、試していこうと思います。で、このデータは、今ね、風の神殿をちょうどクリアしたところで、例のね、リバーサイドモヤドで、旅人二人にね、話しかけて、高速移動装置を作ったと思うんですけれども、じゃあその条件をね、作っていかないといけないんで、その辺をダゴダゴやっていこうと思います。さあ、とりあえず、監視取りで戻っていきます。さあ、ということでですね、炎の神殿か、風の神殿のどちらかをクリアした状態で監視トレーディに戻ってくると、こいつら。名前何やったっけこいつら。あ、ゾローナと、あ、チャリオ、そうそう、チャリオ。こいつらがね、この監視トレーディに現れます。で、これ一回話しかけることで、リバーサイド馬宿に出現させることができるんで、一旦飛ばします。で、この状態でですね、もう準備はほぼ揃ったんだが、今回ちょっと試したいのがビッグブーメランと、そして、海風のブーメランかな。で、海風のブーメランがね、わけわからんとこにあるんですよ。地底の、もうなんかね、まあやばいとこにあるんですよ。まあなんで、とりあえずビッグブーメランから取りに行きましょう。さあ、このペーンのね、高原の馬宿のペーンのエピソードチャレンジでビッグブーメランが手に入るんで、サグッと手に入れていきましょう。懐かしいこれ。わー！武器置いてけ、武器置いてけ。サムライとキツメに縛る。お願いします。縛ってください。亀甲縛り、お願いします。はん、はん、はん、チャーハン、天津飯。ジャガルジャガルキン。バイバーイ。さあ、この不気味な声のエピソードチャレンジをクリアするとですね、こうビッグブーメランくれるんで、これで OK です。はい、じゃあもう一個。もう一個めんどくさいんよなぁ。ここの深穴。こっから上向いていかないといけないんですけど、相当ややこしい場所にね、あるんで、取っていきます。めんどくちゃ。さあ、ハイラル丘陵の深穴からですね、北に行きます、ひたすら。北に行きます。ダウノのね、もっと北ですね。まあ、正確には北西。あ、あそこのね、あれあれ。あそこの下のね、解放しに行きます。何やったっけ、このね。暗いねー。でも、俺は明るい。ふん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 。ふん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 。ふん転がし、ぷいぷいぷい。ふん転がし、ふいふいふい。ここやな。メウフタルのね、の、ちょっとね、なんと、この辺にね、行きます。あ、あ、ちょ、待ちません。この辺に。採掘場があるんで、ヘブラダイの採掘場。ここの宝箱に入ってるはず。んー、ゲチュ。海風のブーメラン。はい、今回ですね、この海風のブーメランと、ビッグブーメランをね、いっぱい繋げていきたいと思います。じゃあ一旦、リバーサイドまで行きます。よっしゃ。こいつらがここにおることを確認して、そしたら、試してみよう。うん、何はともあれ試してみよう。とりあえず、このビッグブーメランをいっぱい繋げてみます。で、そのためにはこのビッグブーメラン増殖しないといけないんで、今から増殖していきます。増殖する方法は手にいっぱい持つ方法でやるんですけど、ビッグブーメラン出して、マップ選択、武器クイックメニューで、このブーメラン捨てて、もう一回武器クイックメニューで、適当なアイテムを選択すると。はい。で、マップが開いたら、プラスボタンで今装備してる武器を捨てると。これでビッグブーメランが手にくっついて、ポーチから出すと、2本になりましたと。これをね、繰り返していきます。まあ、とりあえず、10本ぐらいに増やしてみるか。増やすぜ、増やすぜ。あ、ビッグブーメラン消えてるということは、だいぶ増えてるな。オッケー。じゃあ多分今10本ぐらい増えてるんで、こいつらの近くにばらまきます。はい。おー、増えた。めっちゃ増えた。やりすぎたかも。前か。なんかビシャビシャしてるんやけど。なんで？そんな弾けんといて。とりあえずね、できるだけ近くに置くと。これをですね、どうするかというと、この台車。台車を逆さまにして、この上に蓋します。台車の上に乗った状態で、こいつらに話しかけます。よっ。オッケー。で、こいつらの話はまあどうでもよくて。話を無視しまして、ひっくり返ってなかった？なんか。あ、そう、ひっくり返ってたんか。オッケー。じゃあ、とりあえず話が終わりましたら、台車がカチカチになってる。で、このブーメランたちもカチカチになってたらいいんやけど、なってないな、カチカチに。カチカチになってないな。
あ、こいつは鳴ってる。わ、一個だけ鳴ってるわ。あー、全然カチカチになってないね。多分これ失敗です。カチカチになってなかったら失敗。なので、ちょっとこれ成功するまでやってみよう。やっぱ難しいんや。いや、なんか噂には難しいと聞いていたが、難しそうやね。どこで話しかけるかとか、多分ブーメランの地面に接しとる角度とか、数とかによって変わってくると思うんで、おそらく、ブーメランの数が少ない方が、多分成功率が高い気がするんで、一旦ブーメラン5個で試してみます。ということで、もう一回やります。武器増やして。ちょっと、話しかける場所変えてみよう。この辺からでやってみよう。話しかける場所を変えて、かつ、ブーメランの数を少なくしてやってみます。で、ひっくり返して、閉じる。多分、この時もできるだけ密着して、閉じた方がいいよな。漏れるのも良くないと思うね。おそらく。うわ、びっくりした。ロケットか。さあ、2回目。ブーメランの数を少なくしてみたが、どうだ。うわ、この上の2個カチカチになってそう。あ、ダメかも。あ、なってるなってる。なってるなってる。オッケーオッケー。カチカチになってるわ。オッケーオッケー。5個やったらいけた。はい、そうしたら、カチカチブーメランがいっぱいできましたら、この状態で、武器をね、何も持ってない状態で1個取ります。で、普通にビッグブーメランにスクラビルドしますと。はい。まあ、できるんですけど、これ捨てます。ポーチから出します。で、こっちじゃなくて、この1個の方、1個のカチカチブーメランを取って、で、もう一回ね、この、こいつにスクラビルドしようとすると、なんと、スクラビルドができるようになると。はい。これでスクラビルドすると、はい。3連ブーメランができました。3連ブーメランがとりあえずできました。はい。3連ブーメラン捨てて、で、もう一回カチカチブーメラン拾って、これをスクラビルドすると、いけるかな。反応はしてるけど、あ、出えへんな。ちょっと待ってよ。あれ ?2連ブーメランになった?なんで?あれ ?1 個減った?あ、やばい。一回取ることによって普通のブーメランに戻ってしまった。ピエン。あれもう普通のブーメラン戻っちゃった?あー戻っちゃった。なんかうまくいかんかったな。じゃあもう一回 5個で試すわ。とりあえず5連ブーメランを作りたい俺は。さあ、カチカチになってるか。なってない!なってる!わあ、うわあ、あんまなってない。くっそー。よくわからんな。カチカチになってるなってないのが。これなってるやろ。いやー3本か。いや3本はいいのよな。あ、4本か ?4 本いけるか初の4本いけるかも。3本。3本捨てる。カチカチ1本取る。くそ、3本の次が、3本の次がくっつかんのよな。これ、色は出てるんやけどさ、多分、この端っこの1個がカチカチじゃなかったんかな。色は出てんねんけどな。くっつこうとせんな。3本まではいけるんやけど。いや、3本でもかっこいいけどな。はははは、でかすぎて待ってない。はははははは。おー。高いところからやったらなんとか投げれそうやな。いや、これでもね、3じゃちょっとな。賞味試行錯誤するしかないわ。あ、わかったかも。これさ、緑で選択できんやつが、真のカチカチブーメランや。で、こいつに干渉してくっついとるだけなんや。この緑になってるやつはさ、多分カチカチブーメランじゃなくて、上にある1個だけがカチカチブーメランなんじゃない?うん、だから多分連結せんのや。だからこれだけカチカチブーメランで、こいつは違うやろ。ほら、そういうことや。わかった。で、おそらく、でもむず、かといってむずいよな。これかな。あ、もうないわ、カチカチブーメラン。だから結局2個しかカチカチブーメランが作れてなかったんや。理解した。ということは結局カチカチブーメランをいっぱい作る工夫をせんといけんということやな。オッケー。じゃあちょっと5個でやるんやけど、作戦に行きます。これで5なんですけど、作戦に、このブーメランさっきこの重ねた状態で上に台置いたんですけど、じゃあ重なってたブーメランが干渉し合ってたんで、いい感じにさ、この重ならんように置く。で、その上で蓋をする。まあ、くの字、くの字。多分ね、上下に重なるのがあんま良くない気がする。多分こういう感じにしようか。ちょっと間隔を保って。だからこのブーメランをいっぱい連結させる、本当の難しいのは、いかにカチカチブーメランを大量に生成するかという点ですね。うん、まあ、これぐらいでいいかな。とりあえず。ちょっとはみ出るけど、この台車が、ま、カチカチになるんですよね。そのカチカチの影響をこいつら下のブーメランに伝染させたいわけなんですよ。何をやってるのかというと。それができれば。どうや。あ、カチカチ。カチカチ。カチカチじゃない。あれ、1本減ってね。カチカチ3つできたけど、1本なくね。お !4 本ブーメランができた。やったイェーイ。やったぜ。1個増えました。やば。いや、これで円作りてえな。円をね、作りたいのね。ああ、なんだその動き。いやでもちょっとこれじゃあまだまだやな。いや、5ブーメラン行きたいな。あれどこ行った?あれブーメランどこ行った?あれどっか行った?あれなんで?え、どこ行った?消滅のブーメランオブザキングでもしないけど。コメント読んでたらなくなったんやけど。はん?乗るーい!ほっ!来た !6 来たえぐ !6 来た !6 来たやっぱ着実に進んでるわ。6いけますね。まだ半円もいってないか。7個で半分とか17本でちょうど円ができるか。ちょっとこれで円作りたいな。無理かな。17個カチカチにできたらいいんやけどな。これやば。ちょっと浮いてみたいな上に。やば。なんちゅう武器なんこれ。命を刈り取る形しとるな。殺す気満々。あ殺意えぐ。殺意えぐ。
動きやば。動きやば。ほんでなんかこの武器のさ、判定、変なとこにあるよな。ちょっとずれてるよな。取れなったんやけど。なに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 、あ、あいつに踏まれた、もしかして。一瞬だけ出る。あ、オッケーオッケー。え、めっちゃおもろいんすけど。なんだこれ。あ、投げた。おー、どこ行くねん、どこ行くねん。飛びすぎやろ。おもろ。めっちゃ飛ぶときあるな。6やから、ちょっともっと繋げれるように頑張ろう。あ、全カチカチ来たかも。全カチカチ来た。よっしゃ。え、これちゃんと全部ある ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。なんか2本ぐらい消滅したけど。結構いけるんちゃう?行きましょう。あ、これでも14ないかも。円にはできん気がするけど、相当いけるぞ、これ。ちょ、頑張ります。ミスらんように。これ長くなればなるほど武器バグっていくから、多分素早くスクラビルドせんといけんのよ。だからちょ、急ぎます。よしよしよし。いいぞ。これで5か。まだ最長じゃない。よし。やばい、なんか、スクラビルドしにくくなってきた。なんか変なところでスクラビルドするようになったな。やばいやばい。やばい、地面に埋まった。いける。よしよしよし。そう、最長7来た。7で半分ぐらい。いや、なんかこれ、やばいな。ジャンプした状態で落とした方がいいかな。あ、どこ行った、え、どこ行った、どこ行った、くそブーラー、どこに行きやがった、あれ。スクラビルドできひん。あ、足元に来てる。あ、負荷重すぎて。あ、飛んでた。いや、ジャンプして落としたのがまずかったかも。くー、長くなると不安定になるな。え、どうやって落とせば安定するんやろ。手に持ってる状態で落とすとなんか変な動きするよな。一旦鞘に収めてから出すと結構安定しそうな気がする。坂側からこういう風に出したらちょっと優しい。うん。これいけそうやな。オッケー、ちょっとごめん。長ブーメラン安定せんから、ちょ、坂側からこう下向きに出す作戦でいきます。ほっ。よし、6。6来たんで。あ、やばい、足元についてる。やばい、負荷でやられてるな。ちょっと待ってよ。あ、待って、台車がなんか吹っ飛んだ。やばい、自由になってるこいつら。お前らカチカチは失ってない。あ、やばい、足元にバカデカブーメランがついてるから、その負荷で。やばなってる。ちょっと待ってよ。これって落として大丈夫なんかな。ちょ、負荷でおかしなことなってるけど、出す。あー、ダメだ。ダメだ。飛んでいくわ。ちょ、バリ飛んでいくんやけど。7から。え、7からめっちゃ飛んでいくんやけど。負荷モードが悪さしてる説結構ある。正直。この負荷でさ、足元にくっつくので、それで悪さしてる説結構ある。だから無理かも。これで円作るの。おう。だから、こうちっちゃいのやっていけるかも。うん、ちょ、今度じゃあちっちゃいのでやってみるわ。10個ぐらいで。ちっちゃいのやっていける説。第2ラウンド。ってことで、今度はこのチビブーメランでやってみます。うん、ちょっと大ブーメランは、おそらく7個ぐらいが限界。で、大量にくっつけようとすると、もう武器の負荷で、和やくそになるんで、こっちの方がさ、このでかいブーメランよりも、くの角度が鋭角なんで、多分少ない数で輪っかにできると思うんですよ。なんで、ちょっとこっちで頑張ります。まあ、とりあえず7個ぐらいで頑張ろうか。ってことで、ラウンド2。カチカチブーメランたち。できてるね。できてるね。あ、お前カチカチじゃない。4本だけ。4本、まあいいか。あ、5本か。あ、ちょ、5本でやってみるわ。おう、かわいい。ほ、とりあえず5本。あ、でも5で半分いってないぐらいかな。なんかかわいい。ミニサイズ。11とか12ぐらいでいけそうやな。あ、投げられた。おうおうおう。あ、やべ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 。あ、めっちゃ投げれる、めっちゃ投げれる。あ、これは結構安定してるぞ。お、めっちゃええ、めっちゃええやん。あ、結構ブーメなんやな。お、かっこいいな、なんかこれ。よし、じゃあちょっと12ぐらいのイメージでやってみるか。このちゃんと数えて。あ、でも結構円に近いな。すでに。なんか7か。1、2、3、4、5、6、7で結構円に近いな。あと3ぐらいでいけそうやな。10でいけそうやな。あー、もうちょいやな。あと2、3、2か3やな。やっぱ、11やな。いやー、くそ、もうちょいないけどな。伝説のブーメランまで。いやー、なんか残るなー。こっち側になんか残るんよなー。いやー、ダメだなー。ブーメラン全然ダメだ。なんか分断するわ。どうしよう。ちょ、ブーメランむずい。ちっちゃいブーメラン。もうちょいないけど。あー、9まではいった。いや、これ完成か?いやー、完成に近い。いやー、でもあと1か。くー、あと1で究極のブーメランが完成するのに、くそ。ちょ、ラスト。これマジガチラスト。俺も眠なってきた。さすがに。さすがに眠なってきたからガチラスト。GL です。これがいわゆる GL です。
集中力が3万集中力が3万あ、今数えてない。今5か。これ5、6、7、8、9、10、11、12、13、15やっちゃったかも。よし、もう最後は正面から勝負や。真正面から勝負仕掛ける。こいつライン。これ14かな。あんまやってないよな、実は真正面って。結構一番最初の過程で弾いちゃったから。実は真正面、実は結構有効説。実はって今2回言ったけど。ラスト真正面から、男は真っ向勝負。一発触発、ド発点をつく。ぶっ飛ばすならぶっ飛ばせ。かかってこい。どうや。真正面からやったら実はあんま吹き飛ばん説。あ、4つ残ってる。おー。どうや。この4つだけが、カチカチになってないのであれば、勝ち。まず、こいつからチェック。カチカチになってる。お前らどうや。カチ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 とりあえず4点ゲット。お前らは生きてるのか。カチ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 満点のカチカチ来た。真正面から真っ向勝負が正解やった。満点大カチカチのまさかのオーバーキル。これいけるぞ。よし、慎重に作ろう。あれ、カチカチになってない。え、なんで、待って、こいつなんかカチカチじゃないんやけど。マジか、なんかミスってる。待って、大丈夫大丈夫、焦るな焦るな。なぜかカチカチになってなかったが大丈夫。俺にはカチカチブーメランがいっぱいある。落ち着いてカチカチにしていけばいい。落ち着いてカチカチにしていけばいい。全然まだ足りない。よし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 、いいぞん。あぶねえ、あぶねえ、怖っ、怖え。ちょ怖いねんけど、ちょ早い早い、なんでも沈む、怖いって。ちょ沈む、めっちゃ怖いっす。早く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 、ここ安全か、ここ安全っぽいな。よしよし、来たか来たか来た来た。あ、もう一個、もう一個か、もう一個か。落ち着け、来い、来た来た来たー。ブーメラン完全体来ました来ました。皆さん、これが究極ブーメランです。投げるなよ、絶対どっか行くから。来たー、来ました。これが究極のブーメランです。皆さん、目に焼き付けてください、これ。やば、かっこいい、めっちゃいいやん。これが究極のブーメランです。かっこいい。いや、ロマンすぎるな、これ。クソロマンだわ。十刀流ブーメラン。なんならもう一個くらいつけれるけどな、まだカチカチブーメラン残ってるから。かっこいい、ロマン武器や。なんかこの輪っかで殴るの、あれ思い出す。戦国バサラのさ、毛利元就めっちゃ思い出すんやけど。輪っかみたいな。いや、これ戦ってみてー。バリロマン。よし、お前がじゃあ第一号。ビシビシ。ちょ、敵探しに行こうぜ。ちょ、この辺おらんかな。ビシビシ。ちょ、キノコがありましょう、これ。投げたいけど、これ投げたらどっか行きそうやな。一回最後に投げたいけどな。あ、チャスチャス。ビッシュ。バイバーイ。バイバーイ。うわ、すげえ。ビッシュビッシュビッシュ。これ敵に持たせたいな。敵に戻したらどうなる。でも敵に戻したらあれやな。なんか壊れそうやな。戻りそうやな。ビッシュビッシュ。円背負ってるのかっこいいよね。ちょ、敵に持たしてみるか。いや、でも投げたいもんな。ちょっと、何してもさ、なくなりそうやから、ちょ、怖いねんな。敵に持たせるのも。まあ、ちょ、なくなるリスクを背負いながらも、投げんといけんでしょ、ブーメランは。行くぜ。うおー、かっこいいやば、いけた。ブーメランとして成立したぞ。ブーメランとして成立した。おー、うわ、やば。おお、やば。かっこいい。おもろ。あ、やば。これは強いわ。あ、いい場所。ここ多分安定してるわ。多分相当安定してるよな、ここ。あ、いいね。これはかっこいいね。ごめん、ちょっとごめん。朝、もう一回晴れで撮りたいな。いや、いいな、これは。めちゃくちゃおもろいな。あ、バカ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 。やばいやばいやばい。燃えてる燃えてる。やばいやばいやばい。ブーメラン燃えてる。どうしていい？おつけおつけ。消火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 。やばいやばい、水飲みあるか。やばい、水飲みない。やばい、ちょっと待ってくれ。消火せんとまずいって。あ、やばい、何個か。あ、やばい、なんで燃えてんの。おつけおつけ。消火せん消火せん消火せん。オッケー、あぶねー、焦ったー、マジで。クソ焦った。あぶねー、マジクソ焦ったんやけど今。やば、これ。焦ったー。あぶねー。映えのためだけにこいつら犠牲するとこやった、うん。こういうところがやっぱ映えるな。ここの方が映えるな。ということで、究極のブーメランを作ってみたでした。いやー、結構ね、大変だったんですけれども、非常にね、ロマンがある武器だと思います。なので、もしね、1.1.2 以下のバージョンを持ってる人は、試してみてはいかがでしょうか。ということで、このチャンネルではこんな感じで、ゼルダの伝説に関するコンテンツをたくさん投稿しておりますので、ここまで見てくださった方は、チャンネル登録、高評価ボタン、ポチッ、よろしくお願いします。スーパーサンクスもいただけると、モチベーション爆上がりオブザピーポーですので、よろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあな。